スノーマン・サクマ・大輔人生を諦めているような子供が買われた理由グループとしての目標そして自身の目指す世界についてまっすぐにごったサクマ・大輔さん。スノーマンのサードアルバム IDOME が5月17日にリリースされる。5月17日リリースのサードアルバムのタイトルは IDOME。自分らしくという意味にローマ字読みは挑めでスノーマンらしさの追求に挑んだ。らしさというとアクロバットやダンスをイメージしがちだがリード曲合言葉は王道の J ポップだ。サクマ・大輔スケかサクマ。 僕らは今までスノーマンというジャンルでやってきたつもりです。いい意味でジャニーズらしくない楽曲でもスノーマンがやるならあり、いい、と感じてもらえるように全力で挑戦してきました。どんなジャンルも格好よく表現できるのが僕らの強みだと思うし今後も追求したいところです。ということは裏を返せば僕らは、ジャニーズらしい王道の J-POP とは違う道を切り開いてきたということ。合言葉のような王道に挑むことでまた違うスノーマンを見ていただけると思う。 スノーマンというジャンルもさらに広がるんじゃないかなと思います。